中世こそ、我が名誉の文字が刻まれた SS 探検。中世こそ、我が名誉は、国家社会主義ドイツ労働者等の、準軍事組織である、新衛隊の隊員たちのモットーである。中世こそ、我が名誉の文字が刻まれた、SS 歌詞館兵士用の四角形ベルトバックル。1931年3月に、東部ベルリン突撃隊指導者。 バルター・シュテンネスがナチ党ベルリンを砕く指導者、ヨーゼフ・ゲッペルスに対して起こした反乱の鎮圧に、クルト・ダリューゲー率いるベルリン親衛隊が活躍した。この親衛隊の功績に対して、当主アドルフ・ヒトラーは、ダリューゲーの手紙の中で、SS 単位よ、中誠は何時の名誉よという賛辞を送った。このヒトラーの言葉を、親衛隊のモットーとして定めたのが、中世こそ、 我が名誉であった。中世こそ我が名誉の文字が刻まれた SS 証工用の丸型ベルトバックル新鋭隊員のベルトのバックルや探検の刀身にはこの言葉が刻まれていた。なお陸軍や警察のバックルには神は我らと共にという文字が入っていた。山下 P43 ラムスデン P68 ありがとうございます。